こんにちは、渡辺です。今回はですね、ゲームのお話ということで、2018年10月に発売のゲームソフトの中で特に私が注目している5本を、紹介していこうと思います。あんまりね、このチャンネルでゲームの話とかまだしていなかったんですけど、私かなりのゲーマーです。で、PS4 Pro とかも持っていて、まあ、スイッチも持ってますし、で、パソコンもね、ゲーミング PC 使っていたりして、まあ、ゲームの環境は相当整ってる方だと思ってます。で、今回は10月に発売のソフトで、まあ、スケジュール的に、まあ、早く発売する方から順々に注目のソフトを5本紹介していこうと思います。はい、で、まず一番最初、10月の5日に発売になりますアサシンクリードオデッセイですね。で、アサシンクリードシリーズといったら、昨年発売したアサシンクリードオリジンズも私プレイして、まあ、ちゃんとクリアするところまで行きました。オリジンズはエジプトを舞台にしていて、まあ、非常に作り込まれていて、でグラフィックも綺麗でバグも少なくて、まあ、さらにやり込み要素もめちゃくちゃあって、もうめっちゃ楽しいゲームだったんですけど、で今回の、アサシンクリードオデッセイは、舞台がまず古代ギリシャになってます。ギリシャが舞台になるアサシンクリードは、まあ、初めてなので、もう舞台がギリシャってだけでもう個人的にはめちゃめちゃ注目度が高いんですけど、で今回の、アサシンクリードではシリーズで初めて男性か女性か主人公のキャラを選ぶことができるようになっています。前作のオリジンズでは、まあ、主人公がシワのバエクっていう男性だったんですけど、たまにそのバエクの妻のアヤっていうキャラをちょいちょい使ったりしてストーリーを進めていくっていう感じだったんですが、今回はね、最初から男性か女性かキャラを、まあ、選べるようになっているので、まあ、ちょっと今までとそこが違いますよね。で、個人的にはね、女性キャラ使ってみたいなと思ってますね。アサシンクリードシリーズで女性キャラが主人公だったのって、PS ビーターで出たアサシンクリードで確か女性が使えたと思うんですけど、まあ、こういったメインの PS4 とか PC とかで出るアサクリでは今回初めてだったと思うので、まあ、そのあたりも楽しみですね。で、もちろん古代ギリシャの、まあ、街の風景とか、非常に細かく作り込まれているので、もう普通に歩いてるだけでも楽しいし、もちろん戦闘とか作り込みとか、まあ、その辺はもうアサクリだったらもう心配ご無用って感じですね。うん、で、こちらが10月の5日に発売開始となります。で、次にですね、ちょっとこれはこの動画を見ている人の中で注目している人は少ないかもしれないんですが、こちらご覧いただければわかると思うんですが、これね、プロレスのベルトなんですけど、WWE っていう海外のプロレス団体のベルトになります。まあ、これ持ってるってことは、プロレス好きなわけですよ。で、プロレスのゲームで一番世界で売れてるものって言ったら、WWE2K シリーズっていうものになります。で、まあ、昨年のやつなんかはこんな感じでソフト持ってたりして、まあ、その前のやつは、まあ、こんな感じでいろいろ持ってたりするんですけど、まあ、私の場合はね、もう根っからのプロレスファンなので、15年ぐらいかな前からもずっと毎年買い続けてるゲームですね。で、 1年で一番楽しみなゲームがWWE2K19 っていうタイトルで、10月の9日に発売となります。で、こちらはですね、日本人の新日本プロレスで活躍していた中村慎介選手とか、あとはドラゴンゲートで活躍していた戸澤明選手、あとはノアとかで有名だった健太選手が、まあ、秀夫伊丹っていう感じで、登場したりとか、あと女性でもアスカとかね、カイリセインとか、まあ、そのあたりの女性の日本人のキャラクターも、もう世界に向けて発売されるゲームで遊べてしまうので、まあ、その辺もちょっと楽しみの一つですよね。まあ、WWE が好きな方はもちろん買いのゲームだと思うんですけど、まあ、新日本プロレスが好きな方とか、他の団体のプロレスが好きな方も、プロレスを楽しむっていう意味では、まあ、かなりもう完成されてるゲームなので、毎年新しいモーションとかが加わったりとか、グラフィックが強化されたりとか、あとは新しいキャラクターとか入場シーンが追加されたりとか、まあ、そんな感じで毎年バージョンアップして登場しています。まあ、クリエイトモードがあったりして、自分の好きな感じのキャラを作って遊んだりすることもできますし、あとオンライン対戦とか、海外の人が作り込んだ新日本プロレスに所属してるレスラーのキャラクターをダウンロードして、使ったりもできるので、プロレス好きだったらまず買っておいた方がいいソフトだと思います。ちょっと前に発売されたこのファイアープロレスリングとかももちろん買ってるんですけど、まあ、こっちはね、アニメチックのゲームで、リアリティがある感じではないんですよ。 WWE2K19 については、もう入場シーンだけ見たら実写化って間違っちゃうぐらい
かめっちゃもうグラフィックが綺麗なので、綺麗なグラフィックが好きな人にもたまらないゲームだと思います。こんな感じでこちらがですね10月9日発売なんですが、10月の5日からデラックスエディションなどが、まあ、先行配信となるの で今回私はねそちらを購入して、まあ、ちょっと一足早くプレイしたいなと思っています。はい、で次が、10月の12日に発売となるコールオブデューティーブラックオプス4ですね。で、こちらは私毎年コールオブデューティーシリーズは買ってるんですけど、ちょっとね今回購入するか微妙だなってところが正直あります。でブラックオプスシリーズは特に好きなシリーズではあるんですが、何が好きかってね、シングルがめっちゃ好きだったんですよ。コールオブデューティシリーズってマルチプレイをされる方が多いと思うんですけど、ね、シングルがね結構映画チックで、まあ、5、6時間、まあ、10時間かかんないぐらいでクリアできて、すごいちょうどいいボリュームで、で、まあ、爽快に楽しめるんだよ。私はねシングルが好きだったんですけど、で今回のコールオブデューティブラックオプス4ではシングルが廃止となりました。残念まあじゃあ何楽しめればいいんだよって話なんですけど、でまあ、マルチプレイが強化されてるみたいですね。で最近PUBG とかフォートナイトとか、まあ、そんな感じでバトルロイヤル系のゲームがすごい流行ってるじゃないですか。で今回ねそのコールオブデューティブラックオプス4も、まあ、そのブームに乗る形でバトルロイヤルのモードが追加されてるみたいですね。であまあそっち行っちゃったかって感じで、個人的にはねシングルもっとやりたかったんですけどね。はい、で次が、10月の18日に販売開始となりますソウルキャリバー6ですね。でソウルキャリバーシリーズだいぶ久しぶりだと思うんですけど、私はソウルキャリバー4を一番やった記憶があります。でこちらはね Xbox 360で発売されていて、まあ、やってたんですけど、対戦がとにかく熱いんですよ。ソウルキャリバーシリーズといったらこのカウンターで相手の攻撃を弾いて自分の攻撃を当てるみたいな、そういうアクションが、まあ、非常に爽快でやりがいがあるんですよね。で技とか、まあ、覚える必要はある程度あるんですけど、まあ、そんなに細かく技とか覚えるよりもタイミングとあとは反射神経があれば結構それだけで戦えるので、まあ、ゲームは苦手だけど運動神経はいいみたいな、そういう人は、まあ、意外と強いのかもしれないですね。でソウルキャリバーシリーズはもうとにかくグラフィックが綺麗な格ゲーなので、もう見てるだけでもうグラフィック綺麗でうわーってなんか楽しい気分になりますし、まあ、キャラクターも結構魅力的なキャラクターが多いです。今回はですねウィッチャー3のゲラルトが参戦します。これは結構個人的に嬉しいですね。ウィッチャー3はもう PS4 でもクリアしましたし、 PC 版も持ってねやってたりとかするぐらい、まあ、めちゃめちゃ好きなゲームなんですけど、まあ、そんなゲームの主人公ゲラルトさんが今回ソウルキャリバー6にゲストキャラとして参戦するので、まあ、そこも非常に楽しみですよね。でキャラクターを結構カスタマイズすることができて、パーツとかをねゲーム内で集めて、で服を変えていったりとか、まあ、細かいカスタマイズができるのも、まあ、このゲームの特徴だと思います。まあ、カスタマイズ要素が好きな人とか、まあ、割と RPG が好きな人でも楽しめる格ゲーだと思います。こちら10月の18日に PS4 で発売になりますので、まあ、こちらはね発売日に購入しようと思います。はい、で10月に、注目のソフト最後の1本になります。そちらが10月の26日に発売のレッドデッドリデンプション2ですね。こちらはもう言わずと知れたオープンワールドゲームのグランドセフトオートシリーズを作っているロックスターゲームズが作った、新しい西部劇の、オープンワールドゲームになります。でレッドデッドシリーズっていうのは今2っていうことなんですけど、一番最初はねプレイステーション2で出たレッドデッドリボルバーっていうゲームが、で私も当時からそれも実はやっていたりして、もうめちゃくちゃ楽しくてね相当やり込んでたんですけど、でその後ね Xbox 360でレッドデッドリデンプションが発売になって、まあ、当時もねその時点ではもうかなり綺麗なグラフィックで街を散策したりとか、まあ、アクションももちろん楽しいし、グランドセフトオート的な楽しみ方ができるゲームだったので、まあ、お気に入りだったんですけど、今回のレッドデッドリデンプション2はプレイステーション4では初となるこのシリーズなので、まあ、まずグラフィックがねめっちゃ綺麗になってて、街の空気感とかあと埃が舞ってたりとか、あと雨が降った時に土砂がちょっとぐちゃぐちゃなってる様子だったりとか、まあ、そういう細かいとこまでめちゃくちゃ作り込まれてて、多分やってたらねもうその世界観に入り込んだような気分になれちゃうぐらい空気感からもう細部まですごい作り込まれてます。でまあ街を歩くだけでも楽しいし、
まあ、店の中とかも結構入れたりするし、あのレッドデッドではその馬に乗ってよく移動するんですけど、2ではね、馬との接し方によってその親密度が上がったりとかするらしいんですよ。で、馬をこう拭いてあげたりとか、まあ、してあげて馬と仲良くなったりとかもできたりでね、馬のねグラフィックとか見るともう馬 の, その毛とか毛並みとかあと筋肉とかまでねすごいもう本物かよっていうぐらい作り込まれてますね。で、まあもちろん西部劇なのでこの銃撃戦とかも激しいですね。まあ殴り合いとかのアクションももちろんあるんですけど、銃撃戦ではデッドアイっていう、あの要は周りのね時間をすごい遅くしてスローモーションの中でバン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 って撃っていくみたいな、そういうあの、まあ、シリーズ伝統のシステムがあるんですけど、まあ、それも今回健在ということで、まあ、これがあることによって、まあ、銃芸でねあの相手を狙うのがちょっと苦手だとかそういう人でも遊びやすくなってます。で、ね、もうこれはねもうグランドセフトオートも大好きな私としては間違いなく買いのゲームなので、もう発売と同時に購入ですね。はい、ということで今回は10月に発売の期待のソフト5本紹介してきました。で、この中だと私はねあのコールオブデューティーはちょっとすぐには買わないかなっていう気はしてるんですけど、他の4本はもう即買いという感じで購入しようと思ってます。いや10月は本当にあのゲームソフト出過ぎですよね。ちょっとこんなにね一気に出られてもその月の中でクリアできないよっていうねまあただあの WWE2K19 とあとはソウルキャリバーについてはすぐクリアするようなゲームでもないので、まあ、ちょくちょく遊びながら楽しみつつ、まずは先に発売されるアサシンクリードオデッセイをですねなるべく早くクリアして、でその後にレッドデッドリデンプション2をやっていければいいかなと個人的には思ってます。今ね特にハマってるのこのスパイダーマンのゲームめっちゃハマってるんですけど、まあ、これもねまだやってない方はぜひやってほしいですね。あのニューヨークの街がすっごい綺麗に再現されていて、あの街中を散策したりもできますし、あと細かいあの作り込みとかあとはねミニゲームとかサイドミッションとかもめっちゃ豊富なので、もう集めるのも楽しいし、しかも戦闘もめっちゃ爽快なんですよ。これストーリーも映画のスパイダーマン見てるみたいな感じですごい楽しいので、今はねちょっとそれらのソフトが発売される前までになんとかこれをねクリアしたいなと思うんですけど、できるかなはい、そんな感じでこちらのチャンネルではガジェットの話とかカメラの話、それからこんな感じでゲームの話も、していますので、もしこの動画をご覧いただいていいなと思っていただけたら高評価、それからチャンネル登録お願いします。いやー積みゲーにならないように気をつけないとな。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。